キング・アンドス・平野の仕様、全然ないですね。と筋肉キャラをボルダリング選手が全否定。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。4月から朝の情報番組、ZIP。日本テレビ系内で放送されているキング・アンドスの冠コーナー、メダルラッシュ。 2020年の東京オリンピックパラリンピックに向け、キングドッスメンバーが様々なスポーツに挑戦するという内容で、4月22日から26日は平野市洋がボルダリングに挑戦した。今回は若干19歳で初出場した世界選手権で優勝し、オリンピックのメダル候補と言われている原高い選手に教えてもらうことになった。 昨年4月に同番組のコーナー、銀座でバット。でもボルダリングに挑戦したことのあった平野は以前です。ネボルダリングをやった時に100人に1人の、逸材って言われたんです。よと、自信満々。原田声してしまうかも、と最初は余裕のコメントをしていたがこの後原田選手の凄さを改めて実感することに。まず、 つま先に力が入るように設計されたボルダリングシューズを履くことになった平野。しかし、足にフィットさせるため通常より1センチ小さいシューズを履かなければいけないため、足はかなり窮屈なようだ。一方、8年間ボルダリングシューズを履き続けているという原田選手の足は大きな豆だらけで、思わず平野も、うからうら 俺の知らない第二関節がある、と驚きの声を上げていたのだった。そして腕を伸ばすと楽という原田選手は、片方の手でだけで石にぶら下がっている状態を、1時間くらいできる、と余裕のコメント。平野もこのやり方で登ってみることになり、確かに全然違うな、とコツが分かったようだったが、 原田選手から、そこ、片手でぶら下がった状態で、休憩してもらっていいですか ?1 分かるので。とまさかのお願いが。ただ、1分でも、かなり辛かったようで、平野が捕まっていられたのは20秒だけ。いや、1時間は無理、よ。やばいもん。手のひらが痛いもん。全然楽じゃない。 と訴えていたが、20秒耐えてたからできてる、との原田選手のコメントには、それは嬉しいな音符、と笑顔を見せていた。続いて、足の力で体を持ち上げるヒール服という技を練習することに。これには、広し背筋という背中の筋肉が必要だというが、原田選手が平野の背筋をチェックすると、筋肉全然ないですね、とばっさり。 金プリの中では天然だけでなく筋肉キャラとしてもおなじみだがオリンピック選手からしてみるとまだまだのようだ。その後これができると異性にモテる。と原田選手が豪語する手に届かないホールド、石に飛びつくランジという噂に挑戦した平野。ホールドに手は届くものの捕まることができずに悔しがる平野に原田選手はやっぱりモテたい気持ちが足りてないですね。 と、つまり、アドバイス。これに、マジか。と、うなられていた平野だったが、実は練習が想像していた以上にハードだっため、すでにこの時は、絶賛、腕パンパンなんです。と、満身創痍の状態だったようだ。とはいえ、この企画、そもそも平野くんじゃなきや成立しなかったと思う。 よく頑張ったよ。く君の馬鹿力と運動神経でも成功できないとか、ボルダリングを舐めていました。と、ファンにはボルダリングの凄さが十分に伝わったようであった。花山井の平野潮さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。 チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。